はいどうもこんにちは。今回はですね、ロボコマを使ってトポバスターズをやりに行きました。はい、まあ、やりに行きましたというか、まあ、覚醒碑の新戦はねやってないんですけど、まあ、ロボニャン戦をねちょっと試してみたいことがあったんでやってみました。はい、技構成をね見てもらいたいんですけど、地雷をね主に使っていく戦術になります。はい、なんでねそんなに、まあ、手数がね多いわけじゃないんですけど、まあね一手一手の、まあ、ダメージが大きいということで、はい、こんな感じでまあ、当ててしまえばめちゃくちゃダメージが与えられます。はい、これね両方に当たった場合合計で8000ダメージぐらい、まあ、稼げるんで結構ねいいっすよねこれまあ片方だとね4000なんでねちょっと微妙なんですけどね。まあ主にこんな感じに3000と28号を重ねて両方にダメージを与えていくっていう、多いねいい感じに3000がこっち来ましたね。いいね、うん、おーで28号飛ぶんだよねやっぱり。あ、どっちも飛んだわで、これを3000の方に近づけたいと。 OKOK でこの次が多分そうだね、こんな感じに。まあちょっと角度がちょっとおかしいけれども、でこうなっちゃったんだよね。うん、ある程度やっぱり回避で避けた方が誘導しやすいっすねお、危なっ。であれなんだよねこれ、ブチニャンでしようかなと思ったんだけど、こっちの方がダメージがね大きいんでロボコマにしました。でこれをね、3000、どっちもこれ当てたいんだけど28号にしか当たんなかったかな。 OK だね。で28号あと多分2発かな HP 的に。で3000がねまだまあベーゴマ出してないんで半分は切ってないかな。うん、でねこっからちょっとね私とあることを考えまして、どうせ倒すんだったらこうやった方がよくねっていうのを思いついたんですよね。まあそれがね今回できるのかどうなのか。あ、で今回ね飛ばれたんで、まあ3000にだけダメージ入っちゃいましたね。でこれで、3000の HP がね結構削れてベーゴマ出ちゃいましたね。うん、多分今28号と3000の HP 量多分同じぐらいかな。まあ、どっちもあと2発で倒れるのかなこれいやこれ2発なんかなこれ3000、どうなんだろう。まあとりあえずこれ28号にだけ与えようという魂胆なのかなこれ。おー、いいね。28号はあと1発だね。うん、でもこのままね28号単体でも倒そうかなと思ったんだけどおやっていう。あ、けどまだちゃんと28号片方を倒して3000をパパッと倒そうっていう考えなのかなこれ。多分そんな感じの行動してるよねでこっからなんでか分かんないけど3000に突っ込むっていうね。おお、で多分これあと3000一発で落ちるんじゃねっていう感じだよね。でまあちゃんとねベーゴマも安全に避けていって、で、このなんか、マシンガンも避けて、で、3000飛びました。で、3000飛んだから28号を、3000の方にね、誘導すると。で、ここに地雷設置すると。で、おぉ。これやりたかったんだよね。地雷で同時撃破。無事できたんですよね。はい、って感じで今回はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。